はい、こんにちは、スプラトゥーンののめちゃんとベラちゃんです。こんばんは。国際結婚で、うん、通らないといけない道。ああ、そうだよ。ま、俺たちが通るよりは、うん、僕たちの父親、母親が、うん、通るかもしれない道、うん、そうね。外国人のお友達とか、うん、彼氏彼女を連れてきたりした時に、うん、もしちょっとでも参考になったらなと思ってちょっと話したいと思います、うん、ということでね、俺がメキシコ行った時に、うん、2年間ベロのお母さんとお父さんと住んでて、で多分本当日本人だからなんかね、ラーメン食べたり、うんね、メキシコではやっちゃいけないようなこといっぱいやってたでしょ。だからメキシコでとタブーなやつとかね。オッケー。でも知らないじゃん。そうそう、だからいろんなことをまあ知らずにやってたけど、うん、まあ、うん、自分の両親は何も言わなかった。まあなんかね、うん、文化が違うから、まあそれはね、うん、何も言えない。そうだからね、そう、文化が違うから何も言えないで、しかもそれもダメだよとかもなく、うん、なく普通になんか見守ってくれてたよね。そうだね、うん、だってまあなんか他の国に行った時に、うん、方って家族しかいないじゃん。そのさ、自分の付き合った人のお母さんお父さんがさ敵になったらさ辛いね。辛いね。辛い。まあ傭兵の両親、私の両親もさ仲いい、ね、会った時に、うん、まあ仲いいね。言葉全然通じないけどなんかすごい可愛いよね。ちょっとうんってまあでもね、本当にね、いろいろあると思うけど、なんか本当に文化も違うし、そうだね、温かい目で理解それが難しいけど、うん、ちょっと時間を、まあわざとではないって。で、いいこともある、うん、いたずらが超楽しい。いたずら、うん、どういうこと。まあまあ長くなるから、いたずらの話はこの次ということで、楽しいと思ったりためになったろうなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れなく。アディオス。ありがとうございます。アディオス。